今日はレッスンが終わってからお仕事なので、はい、頑張ります。一日稼働します。はい、ハロウィンですね。あれ、昨日もハロウィンじゃ、昨日は普通だっけ、昨日もハロウィンだっけ、忘れちゃったね。寒いね、日本今は何度でしょう。全然、もうこたつ出すか迷ってるんですよね、すごい、うん、めっちゃ迷ってて、どうしよう。まあでもこっからちょっと時間あるので、今日じゃなくてね、この11月、今のところ時間ある予定なので、ちょっと いっかって感じ。はい、いや、すごく眠たいですね。眠そうでしょ。眠たいもん。全然もう一回お布団に入りたいレベルなんですけど。入ると多分起きなくなっちゃう。だから、そう、夜、明日の朝も早めだから、そう、あんまし今日の夜は時間ないかも。てか本当今日と明日は時間がちょっとないかもしれない。ね、低気圧すぎて、私は低血圧の女でもあるので、すごく冬の朝っていうのがしんどいです。はい、冬の朝がすごく苦手で、本当に本当に春と夏、春夏秋めっちゃ働くから、冬全力で休み欲しいタイプの女なんですよ。そう、もう春夏秋は休みいらないからみたいな。もう本当に冬だけ本当に働く時間短くしてほしいっていう。私が会社を設立したらそういう会社にします、絶対。低気圧、低血圧で
冬苦手、朝苦手。全力で冬の朝はしんどいです。目の焦点合ってなさそう合ってなさそうでしょ。合ってないもん、うん、今日は確実に6時半までにはお家には帰れないので、ユーネクストさんで見ます。ハロウィン関係あるのってどういうこと？あ、私が今日もうポスト、ハロウィン系のポストだったから。いや、もうなあれは去年のコスプレなんですけど、もうさ、ハロウィン超えるとさ、出す機会ないのよ。だから、そう、今年のうちに、今年のうちにというか、1年越しですけど、出そうかなと思って。また明日は明日で別のハロウィングッズの撮影の時のピョンを出すので、安心してください。すごいまったり配信してるように見えると思うんですけど、普通に朝なんで時間ないです今はい、でももうあとは下着替えて荷物持って出発するだけなので、全然多分大丈夫なんですけど、すごいゆっくりしてるように見えて朝なんで時間ないですはい、お肌ってテカテカではない、ツヤツヤ。テカテカは悪口野球 YSA73 さんハートありがとう。いや全力で眠い。なんかそろそろ右足の親指の爪が長くて、
切らなきゃなって思ってます超どうでもいい報告、うん、レッスン早く終わったら早く行ってもいいのかな。いや、わかんないな。やめとこ。現地行ってマネージャーさんいなかったらめんどくさいから。寒い中一人で待つの嫌だから、いいや、時間通り行こうなのでもしかしたらそのレッスン終わりの後に配信できるかもしれない。わからない。それはあの昨日体重を測ったら本当に人生のピークの、なんか人生のピークがここだとするじゃないですか、体重。そうで、この間これくらいになったんですよ。この間これくらいになってやばいと思って一回落としてこれくらいになったのね。そうでもまた今人生のピークのここに戻ってきてて、もうやだってなってるから、もう今日は食べない、うん、ブドウ糖だけちゃんと摂取しなきゃ頭回らないから、ブドウ糖は摂取するんですけど今日は食べない。カフェインだけ飲みます。もう昨日の夜本当に体重計見て最悪太った、終わったってなったので、脳みそを働かせるために糖分は必要なので、ブドウ糖だけはしっかり摂取するんですけど、本当に最悪です。今マジで太った、もう痩せない、もう2月までに痩せたいのに、どんどんさ目標体重が増えていく、目標その減らさなきゃいけない体重がどんどん増えていく。なんで太るのはこんなに簡単なのに減らすのは難しいの本当に、最悪だよ。水分は今日いっぱい取ります。ちゃんと仕事行く前にオロナミン C かレアルゴールドだけ買いますはい、それだけは絶対に買います。
お、10時だ。ということで、私も本格的にちゃんと行く準備します。でも昨日荷物はちゃんともうまとめて、メイク道具も持ったし、だからいけると思う。え、寒すぎないですか？すごい寒い。すごい寒着で行こうとしてるんだけど、うち。良くないかもしれない。動いて体温めます。レッスンで、あ、もちろん上からあの来ますよ。これ一枚ではいかない、さすがに寒い。前髪部分だけパウダー塗っていこう。そう、後からメイクするからさ、めんどくさいんだけどね、パウダーだけ塗ったりとかすると。でも前髪死ぬんで塗っていかないと、レッスン中とか。メイクさんがいらっしゃるんで、最悪水で濡らしてドライヤーバーってやってもらえれば前髪は大丈夫なんですけど、一応ね。よし、こんな感じ。レッスン行ってきます。ちょっとフリブイ見ます。移動中にしっかり。で、レッスン頑張って、今日お仕事頑張ったらフォックスが勝ってくれていると信じて頑張ります。ということで、ほのぼの見ていただいてありがとうございました。また今日のお仕事もね、情報解禁されましたらしっかりと話すんで、よろしくお願いします。それでは、ありがとう。バイバイ。行ってきます。あ、お話し会の受付が、すいませんね。その話ばっかりで。本日12時までです。残りわずかの部も2つありまして、オンラインの方が12月21日の8部と12月22日の6部、確か。オンラインの方が、残りわずかとなっておりますので、1枚からでもぜひお待ちしてます。ということで、それではまた、バイバイ、ありがとう。またね。ホークス応援しましょう。おー、行ってきます。